加古井里沙です。普段は女優をしたり大学生をしたり、ビームスでアルバイトをしたりといろいろなことをやっています。今日はそんな私のカバンの中身を紹介したいと思います。カバンは透明な透けたバッグが欲しくて、透けてるだけじゃ面白くないなと思って、自分の中で黄色がラッキーカラーで、どっか行く時とかこれを持ち歩いて、普段は結構これを使っています。最初はなんか中身がスケスケなのですごい恥ずかしくて、なんかずっとこうやって持ってたんですけどでも最近はもう慣れて、もう何でも入れちゃってます。結構いろんなものも入るし、高さもあるので、結構本とかこういう大きいものを持つことが多いので、ちっちゃいと収まらなくて、なのでこの内容量がすごく気に入ってます。こちらのノートパソコンです。これは MacBook Pro なんですけど、私は大学生もやってるので、課題をしたり授業を受けたり、もう必需品です。課題だけじゃなくて、データをこちらに移したりとか、今はちょっと勉強中なんですけど、サイトを、自分のサイトを作ったりとか、そのソフトで作ってみたりとかで、やっぱり大事なものです。今の状況の中でとても大事なマスクですね。これは手作りで私が作りました。和風なマスクが欲しくて、すごい探してたら、近所の布屋さんみたいな、すごいおばあちゃんがやってるようなお店で布を売ってて、この中柄がすごい気に入っちゃって、一目惚れみたいな。なのでこれでいち早く作って、でも簡単で、でもよく最近はやっぱりマスク作り方とか載ってますよね。私もそれを見て作りました。一つを作るまでの技術はないんですけど、もういらなくなった服のボタンをイヤリングにしたりとか、なんかこういうタートルネックとかがあったら、このくらいまで切ってジッパーつけて、なんかこう締められるようにしたり、開けて襟みたいにしたりとか、そういうちょっと簡単なリメイクを趣味でやってます。友達からもらったハンカチです。可愛いですよね色味がすごく好きで、この透明バッグにしてから、ハンカチとかこう可愛いものを持とうと心がけていてそれですごく愛用しています。こちらがパスケースになります。革のブランドのエンダースキーマーというブランドの定期ケースです。結構革の状態変化がすごく好きで、結構変化するものを持ってたいなっていうか、時間を感じるもの、時間の経過をこう共に感じていられるものが好きなので、これには鍵とか定期ケースとかを入れてます。半年くらい使ってるんですけど、まだまだまだですねもう何年も使って、こうちょっと色褪せたような革でも大事に使っていきたいなって思ってます。まずこの薬用リップを愛用してます。これをつけて、で私は重ね付けをするんですけど、まずこのシャネルの97番を使ってます。ピンクなんですけど、保湿も結構含まれてて、色付きリップって言ったらあれですけど、そのくらい の保湿度があるので、これをつけた後、これが全然ドラッグストアに売ってるような、すごくリーズナブルなリップなんですけど、セザンヌラスティングリップカラー N105 番です。これが茶色ですね。ブラウン使ってます。季節によってかなりメイク変えるんですけど、今は秋で冬なので、結構ダークな色がすごい好きです。夏は明るい赤とかをつけてます。すごい私の肌と合うのかな、明るすぎず暗すぎず、なんか馴染むような感じで、これすごい好きですね。なのでもう3、4本目とかです愛用してます。サンタマリアノベッラっていう香水です。1、2年前
香水をあんまりハマったことがなくて集めたりはしてなかったんですけど、なんかそのブランドの歴史を聞くとすごい好きになって、サンタマリアノベッラはイタリアの王妃がつけていたと言われている香水で、なんかその歴史だけですごい私は心動いてしまって、すごい素敵だなと思って愛用していて、フリージア、オーデコロンフリージアという匂いなので、石鹸のような優しい匂い、癖があってずっと続くってよりは空気に触れると少し匂いが変わって、なんか石鹸の香りがするんですけど、少しこうフルーティーな匂いとかも感じたりします。結構役によって変えるかもしれないですね。役によって服のテイストも全部変えちゃうんですけど、匂いとか髪型とか全部その役に割と染まっていく感じで、半分役で常に過ごすみたいな感じはあります。子供、個人員の役とかだったら、あんまりブランドもの着なくて古着で安くで買えるものでかなりカジュアルにしたりとか、結構変えますね、役によって。はい、なので香りも一緒で役によって確かに変えてるかもしれないですね。メイクとかも子供役の時は絶対しないですね。ほぼすっぴんで毎日過ごして、でも大人の役の時はなんかアイシャドウをちょっとブラウン系にして大人っぽくしてみたりとか、でもそれが楽しくてやっぱり役と向き合うのが楽しいなって思ってます。やっぱり大きな、なんだろう、自分の中で大きな存在となった役は今でもいると思ってるし、一緒に生きてるような感覚はずっとあるかなって思ってて、それも、高校2年生の時に演じた役で、イギリスのデザイナーを目指す女の子、チャーミングな女の子の役を演じた時に、あの服を全く知らなかったんですけど、それをきっかけに、あ、デザイナーってじゃあまず何からするんだろうって思った時に、まず模写だなと思ったんですね。なのでイギリスのファッションショーの画像を検索して、それを横に画用紙と置いて、こうまずは模写から始めました。そうやってこう役作りの一環としてやっていたことが、今はこう洋服がすごく好きになるきっかけになって、私のルーツを全て通ってきたものが今の私にも関わっていて、芝居も服も大好きなんですけど、なんかそのルーツがすごく自分でもその役と生きてるなっていう、服を好きであり続けるのはその役と一緒に生きてる感じがしてすごく嬉しくて、私自身に置き換えて私の魂と一緒に表現するみたいな、なんか表現の形はあるかもしれないですね。その女優のルーツという形で、結構私はメモ帳をとにかく持ち歩きます。すごい感銘を受けたなとか、あ、この言葉好きだなと思ったりとか、あ、覚えておきたいって思ったことをすぐメモします。自分にとって見直したりとかするときにこれを見たりとかしてます。このノートは自由が丘の雑貨屋さんで、ヨーロッパの雑貨を集めてるお店でよく通ってたので、そこにあった一冊です。一目惚れですね、またこの色味と柄がすごい好きで、これならいろんなことが書けそうというか、なんかそのいろんなことに出会えそうっていう予感がしたので、本当に直感なんですけど買いました。最近読んだ本があって、深呼吸の必要という長田博史さんの本がすごく好きで、大人って何っていう本なんですけど、その方はいつも詩を書いてて、詩人の方で絵本を書いたり詩を書いたりしてるんですけど、
一応大人の絵本っていう形でその本も書かれていて、でそこの一フレーズがすごい好きで、自分は何者であるではなく何者でないから、急がないこと、手を使って仕事をすることっていうフレーズがあって、女優ってすごく体を使ったりとか心を使って仕事するので、あんまりこう手を使って仕事をするっていう感覚がなかったんですけど、みんな誰しも子供はまず文字を書くだろうし、その手を使って仕事をしなさいっていう、書けばいろんなことが整理されていろんなことがこう分かってくるっていう、道が開けてくるみたいな、その書くっていうことにすごく具現化してくれた本だなと思ってて、その言葉はすごく鮮明を受けたし、今でもやっぱりその言葉を見返して仕事しようって思ってて、原点みたいな言葉がいっぱい隠れてたので好きですね。シェアしたいなと思いました。私フィルムカメラもよく撮ってて、このフィルムカメラは最寄りのカメラ屋さんで買ったんですけど、もうフィルムカメラ3年くらいやってて4台持ってるんですけど、その中でもすごくコンパクトで簡易的で、私は散歩に行くことが多いので、とにかく軽くて持ち運びやすいものを持ってます。フィルムがなんで好きになったんだろうってちょっと思い返してたんですけど、私基本多分レトロなものがすごい好きで惹かれるのかなって思ってて、そういう歴史的なことがすごく好きで、人の思いがつながって今があるみたいな、そのレトロなものがとにかく好き、回ってるもの、変化してるものとかも好きで、でフィルムをよく撮ってます。もう100本くらいになりましたね、撮りました。基本は人っていうよりは風景撮ったり、何気ないなんかワンシーン撮ったりとかしてます。その中でもなんかよく撮れたな、これは気に入ったぞっていうのを形に残したくて現像するんですね。なんかもう今の時代はやっぱデータになってしまうことが多いんですけど、もう気に入ったら必ず形に残して目に見える触れられるものにするっていう思いがあって、それを結構持ち歩いてたり挟んでたりするんですけど、これは私は出身が鹿児島で、その時帰省した時に母と2人でドライブに行って、これは実は鹿児島で有名な桜島ではなく開聞岳というちょっとまた別の山なんですけど、目の前に湖があって、それに反射してる開聞岳がもう本当に綺麗で空っぽになる感じやっぱ自然っていいなって本当に思って、なんかもう本当に胸いっぱい空気を吸って帰ってきたっていう思い出があります。なのでそんな故郷鹿児島をなんか愛する気持ちこの綺麗な澄んだ景色とがすごい好きなので、これを持ち歩いて結構原点に戻るみたいな感じの感覚です。もう一つちょっと紹介したいんですけど、これは私の中では100本撮った中で一番だなって思ってて、これ未完成の花でいろんな木が混ざってたりとか、綺麗に咲けない花、咲けない場所に咲いてしまった花で、これ見たらわかるんですけど、ビルとビルの間にあるんですね。たまたまエレベーターが混んでて階段で降りたんですね。そしたらなんかその一角に光がピカーンって当たってて、すっごいキラキラしてて、この黄色のお花がキラ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 してて、あ、なんかすごい撮らなきゃっていう気持ちになって撮ったんですけど、ビルとビルの間なので光が当たる時間も多分一瞬で、その奇跡が重なったこと、私がエレベーターを使ってたら多分このお花には会えてなくて、その時間じゃないと
この花に光は当たってなくて、偶然に偶然重なる、なんかこう奇跡的なことが起こってたっていう瞬間を残せたことが本当に嬉しくて、見えないとこで咲く花、すごい勇気をもらえて、光が当たる瞬間もあるんだなというか、そして見つけてくれる人がいるっていう、なんかそのストーリーがすごいなんか感動しちゃって、うん、本当に撮ってよかったなって思ってて、もう今はないんですよね、もちろん切られちゃって、そういうものを残せていく、残していくっていうことが役者としても好きですし、過去より里としても残したいっていう、残すっていうことがすごく私の中では生きる上で大事なことだなって思ってます。本当にこう木がいっぱいこう混ざり合ってて、花なのか枝なのか何なのかみたいな、もはや何者なのかっていう、でもそこでさっきの言葉を思い出して、何者では何者でないかが重要なんだろうなっていう、だからそのものとしてなんか綺麗に輝いていた、本当に撮れてよかったと思ってます全然私はプロのカメラマンでもなくて、カメラを仕事にはしてないんですけど、こういう瞬間に出会えたっていうのは、なんか、うん、カメラを持ってて、その時階段を使って降りてよかったなって思ってます、こちらはお財布ですね、これもヴィンテージものです、これはおばあちゃんのお財布を受け継いだというか、高校生の時に1週間ドイツに行く機会があって、その時になんか長財布がすごい流行ってたので、大きい財布しかなくて、でも大きい財布はちょっと危ないぞということで、おばあちゃんがくれて今でも使ってます。でも中身はすごく普通のお財布で使いやすいですね。ちょっと年季が入ってるこの感じもすごい好きです。イタリーって載ってるのでイタリアのブランドです。やっぱりイタリアとかイギリスとかヨーロッパのヴィンテージが好きなのかな集めちゃう感じですね。まあ、ポーチも持ち歩いてて、ほんとこれは何でもポーチですね。雑に入れてます。ハンドクリーム、ジョンマスターのハンドクリームを使ってて、これは冬とか寒い時期なので必需品ですよね。あとはフィルムカメラを撮るので、フィルムを交換できるように入れてます。電池も持ち歩いてます。この間すごい撮りたい景色があったのに電池が急に切れて、すっごいショックで、もう絶対入れとこうと思って入れてます。3歳からずっと芝居をやってて、なので子役としてもずっとやってきて、お芝居に触れる、ずっと触れてた、芝居のことばっかりを考えてる中高青春時代を送ったんですけど、やっぱり3歳からやってるので、自分が表現してる意味、なんでやってるんだろう、なんでやり続けてるんだろうっていう答えがやっぱり見つからなくて、大体みんな多分ドラマを見て映画を見て感銘を受けて目指してる子が多いと思うんですけど、私にはそのきっかけがなくて、ずっと気づいたらやってたみたいな、だからすごいそこの答えが出るまでにはすごく悩んで、ずっと悩み続けて、なんでこんなにずっと女優を続けてるんだろうって、まあ、確かに好きだけどみたいな、なんでだろうなんでだろうってずっと自分と答え合わせをずっとしてるみたいな状態で、まあ、そんな時に、まあ、ふとどうしてなんだろうって、私の過去をちょっと振り返ってみた時に、やっぱり自分が表現者をしてると、そこの先で出会うまた表現してる方とか、クリエイターの方とか、作っていく仕事のしてる方、映画を作ったりとか写真を作ったり、フォトグラファーだったり、いろんな方にお会いして、いろんな方とご一緒して、その中でもっとその表現の場を作りたいなっていう思いに至って、なんかそれは私ってよりはみんなをもっと知ってほしいっていう思いが先で、こんなに素敵な素晴らしい人たちがいるから
もっと伝わるような魅力がいっぱい伝わるような場所を作りたいなって思ったのがきっかけで、アートギャラリー、アートサロンなのかな、作りたいなと思ってて、でもアートだけに関わらず、じゃあ例えばおにぎりを作りたい、おにぎり屋さんをやりたいっていう子がいれば、彼にとって多分おにぎりっていう味が表現だし、そういう何でもいいなって思ってて、なんかそういう表現、一つの表現を持った人たちを集めて、その場所さえあれば必ずつながると思ってるので、その場所として作りたいなっていう思いがあります。映画監督もの友達とかも、映画撮っても出展してそのままどこにもこう出さずに終わるんじゃなくて、上映会したりとか、なんかどんな思いで作りましたっていうことを話してほしいし、完成してるものを見るよりは、見るのも好きなんですけど、なんかその裏のストーリーをやっぱり知りたいなとか、話してほしい、伝えてほしいなって思うので、そういう場所を作りたいなと思います。そしていつかは愛する鹿児島にそういう場所を作りたいなって思ってて、東京と鹿児島、他にもとは思ってるんですけど、そうやってどんどんそのみんなを知っていくような場所、みんなが集まれるような場所を作りたいなって思います。今はやっぱりオンラインの時代ではあるんですけど、それでも目に触れることのとか、肌で感じることの大事さ、やっぱり私はそれが好きなので、そういう場所をこの状況の中でも作りたいなって思ってます。そのつながった人でまた一つのものを作ったりとか、そんな楽しいつながりが作れたら嬉しいなって思ってて、やっぱりそのために今私は役者をやってるんだって強く思えたので、それがやっぱり、続ける意味を自分で見出せたのかなって思ってて、その答えが出たのはすごく大きかったし、これで大丈夫だなって自分に自信が持てたというか、少し進めたかなっていう感じで、それが今ですね。すごく時間はかかったんですけど、いっぱい悩んだ分やっと答えが出てきたので、この YouTube も変わらないことと変わることとあって、多分私は変化していくし進化していくと思うので、その上でもこの今の私の記録としてこの YouTube に出演できてすごく嬉しいし、いつか見返してこんなことを考えてたなぁなんて思ったりとか、そんな振り返ることができたらいいなって思ってます。やっぱり残すことを私は続けていきたいなと思ってます。以上が私のカバンの中身でした。ありがとうございました。概要欄に私のインスタグラムの URL が貼ってありますので、よかったら見られてください。フォローもお願いします。撮った写真だったりとか、私がモデルをしてる写真など載せてるので、よかったらフォローしてください。お願いします。今日はありがとうございました。